どいな。ひどい車だな。スーパーカーよ。ひどい車です。ひどいな。はい。沖縄日の出リゾート。はい。出発します。はい、出発。はい、お猿さんがベンツで迎えに来ました。はい。クーラーが微妙です。そんなことない。ちょっと微妙だな。姫百合橋を右方向です。左方向です。あとはね、しばらく道なりです。はい。道なり。全然どこかわからん。このベンツクーラー効かないっすよ。後ろ効いてますよ。前はすごい効いてますよ。後ろすっごい蒸し風呂ですよ。あ、気持ちいい、気持ちいい。もう汗だくになってきた後ろ。最悪です。ベンツクーラー効きません。聞いてます。聞いてますよ。めっちゃ暑いです後ろ。気のせいです。予想が当たった。これ坂道になるとちょっとゆっくりになりますね。そんなことない。そうなの。うん、そんなことない。大丈夫ですか。安全運転を心がけてるだけで。大丈夫ですか、ベンツ。大丈夫ですよ。大丈夫だって。世界のベンツだよ。後ろは熱中症になりそうです。どっち？これ左。もうすぐね、左折します。言ってください。はい。あ、海見てきた。まず 200m で左折。坂の途中これかな。これです。はい。あ、すごい海。綺麗だね。綺麗だね。1.5km です。綺麗だね。すごいね、ソーラーパネルこれ。すごい。何が？こっち側。ゴルフ場ですね。うん、綺麗。すごい。牛でもいそうな感じだよね。ねえ、牧場みたいやな、なんか。うん、あ、右です。あ、まだ道がある。ベンツなら行けるよ。はい。わあ。いける。タイヤも変えたし、行けるはずや。タイヤしっかりですよ。ゆっくりでいいですよ。ゆっくりしか行かないですよ。もう止まってる、止まってるもん。大丈夫ですか。左いっぱいですよ。わぁ、知ってます。大丈夫ですか。傷だらけだから大丈夫。穴ありますよ。大丈夫。さすがに横浜帰る。ちょっと空気圧低いような気がします。昨日やってもらったの。なんか車の横から何か出てる。なんか出てる。はい、この人も。え、あ、バイト待ってる。ね、行けそうですか。行ける。行きましょう。はい、え、すごいですか。何かすごいじゃないですか。マジで三角点みたいな感じ。嘘。本当。おー、綺麗。うん、すごいやん。こっちいいじゃないですか。これすごい綺麗。わー、すごい綺麗。うん、ここはギザバンタ。
ビーザバンタ、うん、いいとこですね。いいとこですね。すごいいい景色。でっかい雲。こいつです。こいつ怖い。ここ濡れてます。濡れてます。はい、雨ってたの。濡れてます。あ、これ滑ったら階段じゃない。うん、階段に出た。階段に出た。うん、これ何が、何が、何が、あ、もう痒いんですけど、手がめっちゃいい感じ。すごい。これは写真映えしますよ。なんか一気に涼しくなった。すごい。うわ、何これ、すごい。すごいな、うん、天井見て、天井。うわ、すごいです。ここに太陽がね、ここにね、すごい。いいとこだな。よいしょと。波の音が聞こえてきました。聞こえてきましたね。うわ、すごい、船虫が。ちっちゃい船虫が。ちょっとどうしたらいいんですか、これは。じゃあやめる。うん、行ってるのは行ってる。ずっと階段続いてるもん。そうなん。ここがまた川地獄。川地獄です、ここが。でしょ。ちょっと駐車場まで帰ってきました。安全な方の道から行きます。この階段は、うん、運動靴では無理。本当だ、水流れてる。
ベンツ蒸し風呂。走り出したらね大丈夫なんですよ。てっきりも室内は冷えてると思ってた。罰ゲームでした、なかなか上がってこないから倒れてないかな。いやちょっともうほとんど倒れる寸前やな。クーラー効いてますか。はいはいはい、効いてますよ。クーラー効いてます。効いてますよ。聞いてますか。聞いてますって。冷たいじゃないですか。恐れてたことが現実になりました。楽しいだろう。僕は次は大丈夫。ここ 今から涼しくなるよ。奥島に向かってください。はい、天ぷらですね。天ぷら食べれる。このちょっと気持ちが悪い。ちょっと暑いな、これ。ちょっと開けようかな。外の方が暑いって。いや、天国じゃ。そうでしょう。1キロメートル道なりです。変わらん。そう、ちょっと風が出てるだけ。涼しいじゃん。どうですか、後ろ。すげえ暑いだろう。あっちあっちあっち、左足。これか、うん、ハザードどれだ。これか、うん、バス来た。優しく運転してる。優しく斜め右方向です。斜め右。ちょっと前も聞かんじゃん。聞いてみんじゃん。風が出るだけんじゃこれ。3km 道なりです。汗だくになってます。おばさん顔が汗だくです。恐れてたことが現実になりました。これはね、沖縄では聞いてるって言うんですよ。これ沖縄では聞いてるの。沖縄ではこれもガンガン聞いてます。これさ、窓全開で走った方がよくね。そうしてみる。ちょっと一遍全開に閉めようか、みんなで。せーの。ほらほら、どう？涼しいな。涼しい。ほら、まだ窓開けた方が涼しいね。でも止まると暑いんだな、これ。おお、すごい。まだ天ぷら食べれないな。食べたら美味しいって。美味しいかな。美味しいって。右方向です。ここが休みなんでしょ。休みかな。残りっぽいだって。休みです。定休日って書いてるわ。休みです。上がりますよ。はい。いいですよ。大城の方が美味しいって言ってる。大城？大城そこに向かってる。がここの曲がったとこでしょ。これじゃね？うん。違う？休み？わかんない。大城天ぷらって書いてあるんだよ。小さいの B って書いてる。一本くんまとまってるよ。あ、ここか。こっち側か。これがアーサーの天ぷらで、こっちがもずくの天ぷらです。美味しそう。なんかさ、うん、思ってたより平べったくない？アーサー？うん。ほら。せんべいみたいなの？なあ。あー。イカせんべいみたいやろ。うん。美味しいよ。あったかいから。そうか。うん。
本当ヘンゲみたいです。うん。暑い。うん。いい音。ない？大きいのが大きい。食べてみる。後でお茶買ってな。おいしい？おいしい？うん。揚げたてだから最高。うん。生きてるか？お、生きてた。暑いな。いいよ、寝てて。じゃあね。干してるよ。イカかな。なんだ。ね、なんだこりゃ。すごいイカだし、その下でなんか、うん、イカだね。イカだな。うん、なんか今イカ汁は売り切れましたって書いてあった。有名なのかな。わかんない。これ一周したよ、大島。した。早いね。うん。ほらここにも天ぷら屋さんになってるね。あった？うん、そっちの方が美味しいの？大城天ぷらの方が有名じゃない？そうか、うん、ほら、久高島でしょ、うん、そうかもでしょ。右方向です。続いて目的地は右側です。やっぱさっき、うん、してる？うん、行ったことある。そういいよ、いいよ、全然美味しいから。手袋は脱いで。珍しい。あ、こっちが良かった。こっちにしよう。なんかスープになって。入れてあげたよ。もずくスープ。うん、ロケーション代じゃなくて、うん、みんなこれは払ってもいいわ、うん、払ってもいいよ。これは高いな、うん、ここに払ってるもんね、うん、クーラー聞いてる方がいいね。いいね、うん、来週富士山登り行く。そう、登れるかな。お猿さんついに富士山登るらしいですよ。まだ富士山見たことない。嘘つけ。マジで、うん、そうなんや。生富士山見たことない。うーん、え、泊まるの？泊まらないと。8号目に泊まる。予約取れたの？取れた。へえー、すごいな。登れるか心配。朝早く、うん、新宿のバスターミナルから、うん、11時ぐらいに5合目に着いて、うん、12時から登山して、うん、4時5時には到着して。そう、うん、あの8合目に。そんな早く行ける？よろしくって書いてある予定表に。で、そこから晩ご飯食べて、うん、仮眠して、うん、夜中の1時に起きて。でしょ？ここら行こう、うん、見れるといいな。ねえ、うん、そうか、夜中の1時、1時、2時に出発するんだ。うん、日の出が4時半って、うん、日本一早いんじゃない？高いから、うん、うん、すごいな、うん、行く？行かない正面が久高島です。結構遠いな。ない、思った。結構遠いね。あざま港にやってきました。
速船とフェリーがあるみたいね。ちょっとちゃんと帰ってこれるかどうかを確認してから買いましょう。久高島に行くことになりました。車があまりにも暑いので船に乗ろうと思います。一緒だわ。で、その うどん、うん、うど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 ん、おでん。意外なんですけど、すごい観光客ウェルカムじゃん。ねえ。ねえ。おさるさん、一回来たことあるんですか？はい。自転車借りました。自転車でどこ走りました？一番向こうまで来ました。小中学校。です。なんか来た。いいな。あれがいい。あれいいな。うん。だな。すごいね。なんか迷路みたいやな。そうやね、すっごい迷路みたいやな。まっすぐじゃないね、道が、うん、イチャリグアって書いてるよ、ここイチャリグア、わかんない、イチャリグア海だ、出た、うん、ほら、ピザ浜やりました。ピザ浜に来ました。何ここ、すごくいいじゃないですか、うん、時間がありません。何でね、何これ、いいね、またいい感じのベンチが、うん、いいですね。海風が気持ちいい、うん、気持ちいいです。お猿さんカメラです。お猿さんが今撮ってます。意外とね、お猿さんは元気ですかとかコメント来ますよ。
あ、本当に、うん、へえ、お元気ですよたまにしか出演しないんでね。滞在時間3分。3分？うん。いい海風でした。うん。今出航準備にかかっております。こんなに来るんだよ。ねえ。なんかそれが意外と思って。もっと観光客に閉鎖的なところなのかと思ってた。だって自転車ここだけじゃないんだ。向こうも。ねえ。円です。安い。訳あり。はい、はい、帰りましょう。あの子も高架がつく。なんでモノレール、なんだこれ。なんかちょっと来ない間になんか大変変わります。高架がつくんでしょ。モノレールはこっちにある。渋滞があるからってことかな。ここずっと渋滞してるもん。で、これレンタカーの。すごいね。なんか沖縄あるあるで、うん、なんか料金を表示しない。そう、されたの見たことない。見たことない、されてるの。らしいね。で、あれ全部888で点滅してるじゃん。888円なの。一回も表示されてるの見たことない。内地も表示されてるよ。絶対に表示されてるねえ。へえ。いつももうだからあっても意味ないじゃんって。うん、なんだ沖縄だけなんだ。国際線の方に来てみたら。全部閉まってますね、うん、でも目的のご飯屋さんは、うん、国際線の方にあるんです、うん、ここの中じゃん。いいか、うん、初めて来たな。すごい、花割りうどん。本当だ、上に。本当だ。めちゃめちゃいい。よろしく。こういたしく。へぇうん。
く。やっぱり、おいしい。これで山登ってる。やっかい。これはね、ニンニク醤油醤油をかけました。やっかい。やっかい。うん、おいしい。じゃあね、またね。気ぃつけて。ちょうど夕日の時間です。です。売り切れです。見て、大東寿司が9時から10時とか、15時から16時の2便しかない。うん。だから、買えない時が多いんです。今回は買えなかったです。買えませんでした。いよいよ沖縄とおさらばですね。はい、疲れたな今回は。疲れた、めっちゃ疲れた、めっちゃ疲れたな。皆様、離陸いたしました。シートベルトをもう一度お確かめください。